皆さんこんにちは、ユフトトニーです。今日の話題は、無酸素運動、有酸素運動っていうところでお話していきたいと思います。クロスフィット、ね、皆さん来てくれる方からですね、無酸素運動なんですか、有酸素運動ですかみたいな感じで質問も受けたりするので、ちょっと今日は解説していきたいと思います。クロスフィットはですね、結論から言うと両方やってます。じゃあどういったところが無酸素運動かというと、クロスフィットで言うと、例えば重たいなんかスクワットをやるとか、重たいベンチプレスをやるとか、そういった形でちょっと短時間で負荷をかけてこう筋肉をね刺激するようないうこんな形、これが無酸素運動になります。ね、時間の短くて少し重たいものを扱うような形で、筋肉を鍛えていくようなイメージのもの、これ無酸素運動と考えてもらって OK です。じゃあ逆に有酸素、有酸素っていうと結構みんなこれでイメージしやすいかなと思います。クロスフィットだと結構そのね、ローイング、バイク、走るみたいな感じで、比較的長い時間で、なんかきつさを感じるのは筋肉というよりはこう心肺的なところ、肺がきつくなりますみたいな運動、これが有酸素みたいな感じでイメージ捉えてもらえるといいかなと思います、ね、短時間できつい動作が無酸素、長時間ゆっくり動くようなものが有酸素で、クロスフィットはこれ両方やりますという形ですね。じゃあ無酸素、有酸素、どっちがいいんですか、どっちが必要なんですかみたいな形で言うと、ここはね、いろいろちょっとね、人によってね変わってくるんですね。まずじゃあ例を出すと、もう筋肉バリバリつけたいんですっていう人がいると、であればやっぱり無酸素がいいかなと思いますね。というのもやっぱりね、さっき言ったように無酸素っていうのはいわゆる筋トレみたいなものなので、しっかり筋肉に刺激を入れて筋肉を成長させていくというので、ね、無酸素がいいと思います。で逆にね、筋肉つけたい人が有酸素をやりすぎちゃうと、こう筋肉ねつける成長速度をね妨げちゃうみたいな話もありますので、筋肉をつけた人は結構無酸素中心でいいかなと思います。とはいえやっぱり皆さん筋肉つけるだけじゃなくて、こう脂肪も減らしたいという人がやっぱ結構いると思いますの で脂肪減らしたいってなると、やっぱどうしてもね消費カロリー増やさなきゃいけないので、そういう意味だとある程度ねしっかり長く動いたりすることで消費カロリーを増やしてもらう、有酸素運動やっぱやる必要がありますという形ですね。で逆に、じゃあ脂肪を減らしたいから有酸素っていうのもちょっとまたリスクがあって、というのも有酸素運動だけやってるとあんまり筋肉の成長が促されないので、都度の運動でカロリーは消費できるんですけど、こうなんか長期的に見てると実は筋肉量が減っちゃって代謝も落ちて太りやすい体になってましたみたいなのも結構あったりします。なので普通の人は有酸素無酸素しっかりバランスよく組み合わせて運動するのがいいですね。無酸素運動でしっかり筋トレして筋肉を締め付けながら、有酸素運動でエネルギーを消費して、脂肪も燃焼していく、でこういう話をしていくとクロスフィットじゃんっていう風になるわけですね。クロスフィットは無酸素運動と有酸素運動がバランスよく組み合わせて行っていくので、しっかりと必要な筋肉をつけながら脂肪も落とせるということで、結論としてはですね、クロスフィットは有酸素無酸素をバランスよくできる運動なので、基本的にはこう一般的な、ね、いろんな人にお勧めできる運動という風に言えるかなと思います。